はい、こんにちは。今日は中国とアフガニスタン情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。時事 .com ですが、アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンは7日、暫定政権の主要閣僚を発表した。タリバン最高指導者アクンザダ氏は同日、首都カブール制圧後初の声明で、新政権はシャリア、イスラム法を守るため全力を尽くすと述べ、早期の暫定政権発足を表明。暫定政権は8日に発足する見通し。発表された暫定政権の閣僚らは33人、いずれもタリバンメンバーで、崩壊した民主政権の有力者や女性は含まれていない。欧米諸国はすべてのアフガン国民を代表する包括的な政治体制の構築を求めており、政権の承認を求める各国との対外交渉は難航しそうだ。首相代行には2001年に崩壊した旧タリバン政権で副首相や外相を務めた古参幹部で、国連の制裁リストに指定されているアフンド氏が任命された。このように報道されております。で、今回タリバン最高指導者アクンザダ氏はですね、首都カブール制圧後初の声明で、新政権はシャリア、イスラム法を守るため全力を尽くすと述べています。これはタリバンが全世界へ向けて発したメッセージであります。そしてこのメッセージの相手というのは中国も例外ではないと思います。で、このですね、シャリア、イスラム法とはですね、非常にまあ複雑でありまして、イスラム世界におけるシャリアというのは、その解釈と適用は、そのイスラム世界においても差異があります。で、このシャリアに基づく厳格な刑法ということに対しましては、その刑法の一部に対しまして、世界中の人権団体などから批判の声が上がっているという事実もあります。ただポイントは、今回暫定新政権のタリバンがシャリア、イスラム法を守るため全力を尽くすと述べたことです。で、ウイグルはイスラム教でありまして、タリバンと同じスンニ派です。で、中国がこのウイグルに対してどのようなことを行っているのかというのは、ちょっと振り返ってまいりますと、 BBC ですが、中国政府が西部新疆地区で2014年以降、イスラム教の指導者、イマームなど同宗教の関係者630人以上を収監または拘束しているとの新たな調査報告をウイグル族の人権団体がまとめた。イマームの親族らは、そうした容疑の裏で実際には説教をしたことや礼拝集会を開いたことに、単にイマームとして振る舞ったことが犯罪とみなされていることが多いと話した。続いて AFP BBC ニュースですが、ベカリさんは新疆ウイグル自治区でウイグル人とカザフ人の両親のもとに生まれ、中国出身の多くの少数民族同様、仕事を求めて2006年にカザフスタンに渡り、そこでカザフ国籍を取得した。だが2017年に出張で新疆ウイグル自治区に戻った際、ベカリさんは逮捕され、テロリズムを支援した罪で7ヶ月間収監された後、再教育施設に送られた。ベカリさんによると、収容所ではイスラム教徒にとって聖なる日である金曜日に豚肉を食べることが義務付けられていた。イスラム教では豚肉を口にすることは禁じられている。また非収容者は当局から聖徒と呼ばれ、中国語以外の言語を話すことを禁じられていたほか、礼拝やひげを伸ばすことも当局が宗教的な過激化の兆候とみなしていたため許されなかったという。こうしたことをタリバンが今後どのように判断するのかというのは大きなポイントになってくると思います。で、中国はですね、朝日新聞ですが、習氏イスラム教の中国化をウイグルの教育強化主張。中国の習近平国家主席は2020年9月25、26日に北京で開かれた新疆ウイグル自治区に関する政策会議で、正しい国家観、歴史観、民族観、文化観、宗教観を確立するための教育を強化するよう指示、イスラム教の中国化を堅持せよと語り、ウイグル族などイスラム系少数民族の信仰を党の指導のもとに置き、党指導部が唱える社会主義的価値観と融合させるよう求めた。このように報道されております。ただですね、歴史が証明していると思いますが、宗教を党の指導下のもとに置くというのは到底そうしたことがまかり通るということはないと思います。で、こうした状況をタリバンの新政権が座視するとも到底思いません。他方、中国のウイグル人弾圧に対しましては、イスラム諸国はですね、抗議の声を上げてこなかったということもあります。で、これは多くのイスラム諸国がこの問題に抗議してこなかったというのは、中国との経済関係を脅かしたくないという側面はあったと思います。つまりは、中央アジアから中東にかけての地域では、様々な国が中国の一帯一路構想に参画しています。しかしですね、現状この中国の一帯一路は
状況が変わってきつつあります。米中情勢が深まる中、現状一帯一路は大きな壁と直面しているように見えます。でアメリカは一帯一路の対抗ということに本腰を入れ始めておりまして、アメリカの国家安全保障上の利益を促進するために世界の港湾や通信網といった戦略的資産が自国か友好国の手に留めておくようにするために巨額の資金を海外に投じ始めています。こうしたアメリカの新戦略を先頭に立って牽引しているのがアメリカ議会が2019年に刷新したアメリカ国際開発金融公社 DFC であります。ですのでアメリカは中国の一帯一路構想に正面から対抗し始めているということがあります。ですので中国が一帯一路構想の下で示している経済的な野心とイスラム諸国からのウイグル批判が起こるか起こらないかというのは、今後ですね、一帯一路がどうなるのか、そうしたことに密接な関係があるように見えます。で、一帯一路はですね、東欧においても大きな局面と直面しています。中国はですね、中東欧16カ国にギリシャを加えた中国中東欧首脳会議17+1を主導しています。で、これは中国が中東欧諸国との協力や投資を踏み切り版としてEU への影響力を高めるのが狙いだと言われております。で、この3カ国というのは2012年発足当時の世界的な金融危機とユーロ圏の危機を受けて中国からの投資が多くあるということを期待していたということが背景にありました。しかし発足からですね、9年を経て一部の3カ国からそのメリットというのがですね、疑問視され始めまして離脱する国も出ています。17プラス1を脱退したのはリトアニアであります。そしてギリシャも中国からあまりメリットを得られていないという声が出てきておりまして、そこにですね、今アメリカの先ほどご紹介しました DFC が入り込み始めています。ですのでギリシャもこうした中国の動きから離脱する可能性があると思います。で、現状ですね、中国と EU の関係も悪化しているということがあります。この背景にはウイグルの問題があります。で、このウイグル問題に対する EU の対中制裁に不満を持った中国がEU 議員に報復制裁を課したことで EU は中国との投資協定の承認手続きを凍結する決議を採択しました。ですので EU と中東欧における一帯一路というのは今大きな正念場と直面しているということだと思います。で、東南アジアにおいてもですね、香港からシンガポールに金融がですね移行する中、アメリカが主導するサプライチェーンの新構築というスローガンのもとに生産拠点が中国から東南アジアへ移り始めています。で、それらは東南アジア諸国の発展へとつながるように見えます。で、中国は現状ワクチン外交ということでも東南アジアで影響力を低下させております。そしてこの東南アジアにもですね、イスラム教の国が多く存在します。で、この南シナ海では中国が一方的に主張する九段線に基づいて広範囲の領有権権益権を主張、周辺のフィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、台湾などとの間で領有権問題が存在しています。ただマレーシア、ブルネイなどはイスラム教でありまして、ウイグルと同じくスンニ派が主流派といいますかね、多数派ですよね。マレーシア海軍はですね、8月7日から12日にかけて6日間、フランス製対艦ミサイルエグゾ製の実弾発射を含めた本格的な軍事演習を挙行し、中国の一方的な行動への警戒感を強めると同時に最近の中国側の動きを牽制しました。つまりこうして見てまいりましても、一帯一路の影響力が EU、東欧、東南アジアで低下する中、今後ですね、このウイグルへの人権問題の解決の声といったことがアメリカ、EU、東欧に加えて東南アジアから出てもおかしくない状況に見えます。そしてタリバンも当然このウイグルの状況をこのまま座視するとは思いません。こうした事情を察知してかですね、中国外務省は8日、文民政権を崩壊させ実権を握ったアフガニスタンのイスラム強硬派勢力タリバンに対し約3100万米ドル、約34億1000万円相当の食料、冬季到来に必要な装備品、ワクチンや医薬品を供与すると発表した。中国の王外相はまたタリバンに対し、過激主義の伸長を封じる対策や国内の少数派勢力との団結を要請した。中国は西部の新疆ウイグル自治区で80キロにわたってアフガンと国境を接する。同自治区ではイスラム勢力による独立闘争もくすぶり続けている。このように報道されております。ですので今まで申し上げてきましたような世界情勢の中、中国がアメリカ軍のアフガン撤退ということによっていかにウイグル問題に現在神経質になっているかというのがこうした報道からも
見えてくるように思います。もしウイグル自治区の独立運動ということの機運が高まれば、中国の他の自治区や少数民族の独立といったことにもつながるように見えます。そしてそれは台湾情勢にも直結するということだと思います。で、イスラム圏ではですね、自発的な記者、施しですとか支援をサダカと言いまして、富める者が貧しい者へ食料や寄付をするのは、一つの行いということで考えられております。当然とは言いませんけどもね、一つの行いとして考えられております。ただそれと信仰の問題は別であります。たとえ定かということがあったとしても、信仰の問題ということに関しましては是々非々で判断してくるというのがイスラムであると思います。それはですね、歴史を振り返ってみてもよくわかると思います。ですので、今回の中国のタリバンに対する食料支援や冬季到来に必要な装備品、ワクチンや医薬品の供与というものがどこまでタリバンに対してその過激主義の伸長を封じる対策といったことに効果を表すのか、そうしたところはまだ不透明だと思います。ですので、こうしたところからも将来的にタリバンがウイグル支援に回る可能性というのはあるように見えます。またアフガニスタンはいわばまだ、ある種の混乱状態みたいなことがあると思います。またトップというのがですね、変わる可能性もあるように思います。で、その場合はですね、約束したことですとか、協定といったことが結局は振り出しに戻る可能性というのもあると思います。で、もともとは武装集団ということもあるので、タリバンもですね、一枚岩とは言えず、内部でのいろいろな権力闘争ということがあるということが予想されます。で、そうなりますと、今回の中国の支援といったことなども、今後どのような影響を及ぼすのか、まだまだ不透明なところがあると思います。タリバンが中国内のイスラム教ウイグル自治区を支援して独立運動といったことにつながることを中国は非常に警戒している。そうしたことがこうしたニュースから見えてくると思います。中国は現状ウイグルをめぐりまして大きな難題を抱えているように見えます。ありがとうございました。